明けまして正月ボケです。ラブソタ451回目。今日はあさみさんもいらっしゃってます。イエーイ、こんにちは。久しぶり。お久しぶりです。久しぶりです。髪を切っておりますがね、やっぱりされましたね。ね、どんどん短くなっちゃって。でもやっぱり楽ですよね。そう、なんかね、時間がないもんでね。そうだよね、2人もいるとね。自分にかける、そう、時間もないし、最近ショート流行ってるよね。そうですね。多いよ。うん、確かに。ちょっとそんな流行りにも乗ってみようかなって。いいと思います。乗ったの珍しいね。流行りのピンクを着てます。やはり V っていうね。うん、V がいいですよ。さあ、あの皆さんから、みっちゃんさなべ明けましておめでとうございますっていうメールは結構来たんじゃないですかという、本放送お疲れ様でした。元祖正月休みボケ肉巻きインゲンさん、ありがとうございます。私は最近ラブサタをお風呂の中で温かいお湯に溶けながら聞くことが多いのですが、やはり終わってほしくない。でもずっと聞いているとのぼせてしまう。悲しいけど人生って選択の繰り返しなんですね。ではまた来週っていう。どんなお家なのっていう感じですけど、聞いてた今日。聞いてました今日。今日なんか名言多くないですか。終わらないでと願ったことだよ。うん、あの聞いてました。あのちょっと抜けたところもありましたけど。あ、そう、だから冒頭のね、私のこの明けまして挨拶がね。うん、10時台はしっかり。ありがとうございます。はい。ブーブーブルさんもみっちゃん突っ込んでくれと言わんばかりのアクションいいですね。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。2月に明けましてナイスですっていただいております。すいません、ありがとうございます。そして、明けまの正月ボケみっちゃんがめんこい、秋田からマックンじいさん、ありがとうございます。皆さんね、あ、コロナウイルスの感染拡大終わってほしいですねって言って、今職場ではオイラの名古屋行きがバレているせいか、あのライブで名古屋に行かれるみたいで、お前名古屋から戻ってもしばらく会社に来るな。土産は完全放送されたやつな。ああ、秋田初の感染者かなどなど、先月までは冗談のような会話も最近ではマジ発言に。政府の対応も大変ですが、各自ができる予防も大切。かき集めたマスクを持参して注意していってきます。まあライブが始まればマスク脱ぎ捨てちゃうかなということで。マックンじさん、ありがとうございます。マスク大丈夫、あさみさんも。もうね、買いましたよ、急いで。まあね、私たちのやつは別にあの洗って使えるやつだったから、もうそんな大量に買わなくていいんですけど、もうね、子供、そうだよね、子供の方が心配で、だからもう、そうやっぱね、1人1家庭3個までとかって決まってるから、まあでもそれでも3個あればまあ十分かなと思って、まあね、もうママ友の駆使して、どこどこのこなんかスーパーにあったりとか。あ、でもいいですね。情報もすごそうだよね。どこどこの薬局にはもうないとか、7時から行けばあるみたいな。すごい。もうママ友情報を駆使して。そうだよね、薬行くみたいな。嬉しいですよ。自分よりね、子供の方が心配だもん ね、 ね、まあでも確かに自分もかかっちゃったらそれはまた子供が来ちゃうからね。まあね、確かに。それも絶対ダメなんだけど、怖いよね、今。怖いよ。幼稚園とかも大変じゃない、そしたら。でもね、幼稚園の地下っていうとね、なんか、あの、そこまで、インフルエンザが一回流行ったかな。でもね、肺炎も流行ったんだよね。うちも一回で入院したから。あ、そうだったね。そうだよね。そう。ね、コロナウイルスって、ね、肺炎でしょ、なんかそれでまあ、あの、もっと悪化しちゃう人もいるし、結構ご高齢の方が悪化されてるよね。そうだね。なんか子供は意外とそこまでっていう情報もあるけどね。でも怖いもんね。わかんないよね、道だからね。何があるかわかんないからね。そして、デルクモさんが、本放送で流された曲ネバーエンディングストーリーは今日のテーマにドンピシャバッチリでしたね。バッチグー古いって書いてありますが、もうね、ネバーエンディングストーリーはあさみさんだなって思いながら私は選曲したんだよ。本当だったらあさみさんが書けるんだろうなって思ったんだけど。なるほど、なるほど。
昨日はバレンタインデー、お二人は旦那さんや友人など大切な方々にチョコ渡されましたか、特別な思い出ができましたかということで、あの出雲大社のね神門通りのお店で売られてたマガタマチョコっていうお写真いただいてるんですけど、見える、あさみさん、すごい可愛いの、見えるかな、5色ね、うん、出てるやつ、ね、そうそう、はい、すごい可愛らしいやつなんですけど、めちゃくちゃ可愛い、何これ、なんか変わった形してるね、そう、色ごとに味が異なりまた意味も違います、1個ずつ楽しみながら食べてます、バレンタイン期間限定販売なので次は1年後の販売になりますねっていう、へえー、なんか私今テレビ画面を通して見てるからショップチャンネルみたいな新しいね、今ねテレビ電話してるんですよ皆さん、一応表情が見えるよね、でもね残念、バレンタイン期間限定なんですねこれ買えないんですね、ぜひ来年1年後おかしい、浅見さんはチョコあげました、旦那さんにそう、うん、まああのチョコレートケーキ、あ、やっぱり、あ、お、みっちゃんと一緒、あ、そうなの、うん、私はただ自分も食べたかったから買ってたんだけど、まあまあまあ、ほんとまあそうなんだけどね、そうそうそう、昨日帰ってきて、うん、ほんとはね、テーブルの上にポンって置いときたかったんだけど、うん、どうしようかなって考えどうしたんですか、で、いや、もともとチョコレートケーキを買ってたのね、あの冷凍しておけるケーキを買っておいて、うんうん、冷凍庫にずっと入れ、もう 何も隠さずポイって置いてたんだけど、無造作、ケーキでいいかと思って、うん、それ帰ってきて、うん、お疲れ様、はい、ハッピーバレンタインって冷凍庫から出してあげたえ、でも言ってるだけえらい、しかもカッチカチじゃない、うん、カッチカチだから冷蔵で明日食べてるように解凍しとくねって言って見せるだけ見せた、しかもずっと入ってたのにずっと入ってた、知ってたよって言われてまあまあまあね、忙しいからまだねそうなの、もう忙しい ね、 ね、ほらもうちょっと大きくなったら3人で作れたりとかするかもしれないですね、うん、あ、去年はね作ったんだよね、あ、花ちゃんとね、そう、2人だったから、うんうんうん、そう、でも今年はねちょっとね、まあ、バタバタして、そうねまあ難しいですね、さすがに難しいと思うよ、うんうん、私はもうお互いに今年はやめよっかっつってなしだったそうです、そうなの、あ、夫婦間で決めたの、そう、もう誕生日でよくないみたいなあのクリスマスとかも、いや、まあね、クリスマスと誕生日ぐらいで他はもうお金かけないで他のことに使おうって言って、うん、結婚記念日は、まあ、結婚記念日はもうすぐなんですよ、4月2日なんで、おー、そうなんだ、まあ、まだ予定はないですけど、なんかまあご飯行けたらいいかなぐらいで、何にもむしろ最近私指輪もつけてなくてもういや、お互いつけてなくて、なんか曲がっちゃ安いのを買ったんですよ、本当に安いので、曲がっちゃって、何のカミングアウトなんよ曲がっちゃって、で私最近仕事で外さなきゃいけないから、あ、もうであっちはなくしたんですよ、だからもういっそのこといいんじゃないつけなくてってなってる今あらどういう選択、そう、仲悪くなったわけじゃないですから、はい、そうです、そうなんだ、もうちょっとしてからさ、そうそう、あのいいの買えばいいんじゃない、そうですね、そうね、なんかほら、お金貯めてからダイヤモンド10じゃないけどさ、そうそうそうね、こういうなんか節目の何周年とかね、そうですね、の時とかでいいかもしれないね、うん、そうしよう、そうしよう、うちは特にやらないよ、結婚記念日そうなんですか、そうだよね、うん、やらない、意外、もう長いから、ね、みっちゃん自体がそんなに記念日をさ、そうね、重要視してない、あ、そうなんですねへーというのある、いやでも旦那がもともと重要視してないから、うん、期待するとさ、ほら、うん、なんていうの、なかった時のショックが大きいじゃん、あ、そっか、だからもう期待をしなくなったの、あ、へまあいいかと思ってそして、ね、ラブサタネタいただいております、ラジオネームただの勇者拓蔵さん、ありがとうございます、ありがとうございます、まずは快速あずみさんが計画してくれた3月28日のオフ会に今回は拓蔵もぜひ参加させていただこうと思っています、よろしくお願いいたします、 ありがとうございます、 すごい、そう、あずみさん3月28日にオフ会がございますので業務連絡みたいなここで言うの花
話は変わりますが、私事ですみません。F さんとの続きの報告ですが、あの、うん、いい感じになっている方が、うんうんうん、お見合いに行ってね、前回、はい、あのお見合いでうまくいっ、なんかいい感じに行っている、何回かデート行けてるのかな、そう、はい、方がいて、その F さんの今のお気持ちを聞いてみたところ、気を使っていただいて嬉しいとのことでした。3回目のデートは2月3日に映画キャッツを見てきました。また映画が終わった後、これからもコンスタントに会っていきましょうと卓蔵から提案したら、そうですねとお返事をいただき、うん、次にデートをする日も決まっているので、今後もコンスタントに会ってお互いの気持ちを確認していけたらと思っています。また進展があれば報告します。長くなってすいません。ではまた、ということで、いや、素晴らしい、いい感じにいっているそうなんです。いいペースですよね、うん、とっても、やっぱ着々と進まれてますね。ねえ、うんうん、だからコンスタントに、それこそね、なんか1ヶ月に1回とかだとまたさ、うん、1からになっちゃったりとかするじゃん、会った時もさ、うん、だからこう、うん、コンスタントに会えるっていうのはすごくいいよね。こうでも、まあ、あの、うん、会った時に次の約束ができるっていうのもベスト、最高ですね。そうですよね、それがいいね。だからすごくいいんですよね、スペース、ペースがすごくね、うん、いい感じ。やっぱさ、拓郎さんはさ、あの偉いよね、ちゃんと、うん、あの歩いてるじゃない。歩いてるね、歩いてるですね。大きい拓郎になってるでしょ。久しぶりの名言みたいな。そうですね、あれやっぱ、それがだからハッピーにつながるんだよね。そう、大事だと思うし、しかもさ、そうそう、ちゃんとさ、ほら、これからもコンスタントに会っていきましょうってお相手に伝えられるっていうのは大事じゃん、うん、いや、本当に素晴らしいと思う。なんか読み取ってってなるとさ、なんかお互いが空気を読んでこう先に進めなくなったりとかするけど、うん、やっぱちゃんと、そう、拓郎さんは、うん、あの出会えてなかっただけなんだろうなって人だよね。そうですね、なんと思う、うんうん、そう、でも 歩いてるから出会えるわけで、そうそう、止まってたらね、そうですね、止まってても出会えないんだよね、うん、マッシャーさ、後ろ向いてる人なんか前は見やしないじゃない、うん、言えてなかったよね。これはあの電話の回線の問題じゃないですよ。今、あさみさんの下の問題なんだよ。私の回線の問題。私の回線。あさみさんの回線の問題です。そう、私の回線の問題。あ、面白い。何の話してたか分かんなくなっちゃったじゃん。もうそのワードがよく出てきますよね。なんかもう予想外のことが来るからめっちゃ楽しいんですけど。いつもさ、3人になるとさ、さなえちゃんがリスナーになるんだよね。いや、だって聞いてるのが楽しいですもん。もともとリスナーですから。いや、でも、いや、さなえちゃんのさ、うん、あの、YouTube のさ、はい、YouTube レジオ。あ、さなラジ。うん。え、ね、喋ればさ、すごいこうラジオの人だなって感じするよね。本当ですか、うん、本当に。ありがとうございます。すごい喜んで。そんな。急にスッて弾く時があるからさ。いや、やっぱり、いや、もうそこはね、こうなんとなくこう自分のニュアンスが。いいんだよ、引かないでいいんだよ。いや、でも、いや、本当にすごい増えたんですよ、リスナーさんが、お二人のおかげで。いやいや、私たちは何もしてないですよ、ね、いやいやいや、すごいですよ、再生回数。本当に1回目の。ああ、ありがとうございます。なので、嬉しい。もうミューアさんとブラサタのお二人の再生回数は半端ないですね。で、まあ、村田のリスナーさん気に入ってる。さすが、もう本当ありがたいから、またぜひ出てください。喜んで喜んでだよ。まあ、でも拓蔵さんのね、恋も順調に進んでて嬉しいです ね、もうすぐ春だしね。そうですね、大事よね、うん、まあね、チョコレートの季節だしね、なんかトモチョコとか今最近ないんないんだっけ、あるな、なんかギリチョコを廃止しようみたいなのが、ギリがないんだね、多いみたいよ。ご褒美チョコが多いって。自分へのね、そう、そうそう、自分用が多いみたい。あ、ね、だからもう全国のチョコが集まるみたいな、チョコの祭典みたいなのが名古屋の、うん、名古屋で行われてて、うん、どこだっけな、デパートだったはず。ね、まあ、ね、いろんなデパートで今の時期だとね、やってるもん、ね、だってサイン書いてましたもん、シェフが来て、え並んで、わざわざ なんかかなりの数サイン書いて直接渡してましたよ。私今の
何ですか？チョコえ？チョコフレーク。濃厚な味わいチョコフレーク。濃厚な味わいチョコフレークが今目の前に出されたけどね。美味しそう。お昼の後の。あ、もうほら、終わりの時間になってきちゃった。まあ一応バレンタインスペシャルということで、あさみさんには。はい、あさみさん登場。何話したんだろうとか。あさみさん、ラブサタはいつもこんな感じだったよ。大丈夫じゃないかな。え、何か情報ある？あさみさんの。情報？情報？心待ちにしてる人たちが。情報はないかな。紙切りもったぐらいかな。冒頭に言っちゃったもんね、そしたらね。そう、冒頭に言っちゃったね。でも、ほら、皆さん見えないしね。そうなんだよね。うん。あ、いいよ、アップしても、サカレイジャーのインスタに。うんうん。待ってる人いるんじゃないですかね。いるよ、いるよ。ね、絶対。逆に産休中ならではの、うん、なんかネタがあればあげてもいい気がするけど、あ、ちょっと考えてみます、うん、あの来週月曜日はミュージックバードパーソナリティの方、あ、そうだよね、あの新年会に私はおあのブラスター代表でね、そうかそうか、そうなんです、日程が合わず私もぜひ参加したかったのですが、うっかり漢字になってしまう、そう楽しんできてください、ね、またその話もぜひね、いや楽しみだ、あのお姉さんたちのお話を、ね、何せパーソナリティ集団だからさ、すごいことになりそうだよね、確かに、喋れないよ、そうだよね、きっとね、聞き役に徹するよね、きっとね、うん、想像つかない、だってもうすごいもの皆さんね、いやちょっとどうなることやらって感じですけど、楽しみですけど、ごめん教えてください、はい、はい、じゃあまたぜひラブサタにも、はい、うん、いやまあもう復帰までいいんじゃない何それは楽しみにとっとく、行くかも、そうそうそう、うん、うん、なのでじゃあその時はさゆりさんにスタジオでもしかしたらね、はい、できるかもしれないね、はい、うん、確かに、はい、はい、じゃあありがとうございます、あさみさん、いえいえ、お疲れ様でした、お疲れ様でした